はい、皆さんおはこんばんちは。ゆっくり霊夢よ。マリサだぜ。サナエです。あたい参上。今回は Wii U のマリオの続きをやっていくわよ。いや、最後にやったのいつだったっけ？知らんな。まあまあ、今回から4人プレイになったんですし。まあそれはそうだが。あたいの凄さを見せてやるぞ。残機数一番少ないのによく言うわ。あ、サナエもか。聞く、ファイアボール最強。お前、氷の妖精だろ。ああ、キノコ欲しい。手踏まないでよ、マルチあるある。まあうっかり踏むことならあるかもね。踏まれて事故ることなんて。ドアミスったー。な、私もか。私もなんか食らったんだけど。皆さん食らいすぎでは？なんかこのチョロプーめっちゃ強いんだけど。この地面回転できるみたいですね。マリサだっさ。くっそ、こんなところにヨッシーが。あたいも乗りたいんだぞ。私も早く乗りたい。完全に出遅れた。ああ、あたいもヨッシー。このヨッシーはもらってくぜ。おいこらマリサ、サナエも勝手にあたいを食べるんじゃねえ。ヘイプレイヤーまで食べれるんだ。崖に突き落とすことも。いや、そういうゲームじゃねえから。こんなところに土管か。全然気づかなかったわ。あの上のコインを取りたい。くっ、あと少しで。っておーおーい。悪いな、チルノ。ゲセヌ。まあコインくらい後でいくらでも取れるわよ。スターコインがありますね。あれはあたいが取る。とやー。わーすごいですね。もっと反応しろよ。別にあの程度でねー。バディさんがコインを取らせてくれない。そういや、今回のバディはまだおとなしいわね。バディってなんだ？悪魔みたいなやつだ。へぇ、いや納得しちゃうの？だってチルノだもの。ってなんか食らったんですけどー。間違えてサナエに赤コーラ投げちった。いや投げちったじゃねえ。赤コーラは時に凶器となる。赤コーラコッパ。てかこれあのチョロプーに当てるパターンで。って私もー。サナエの死に方はマジでわからん。それな、チルノちゃんにまでバカにされるなんて。サナエも落ちたものだな。さっきやられてた人に言われたくねえ。お、前方に旗発見。あ、まだ中間だったんだ。まだまだ先は長い。ですねー。あ、ミスった。クリボーにやられるやつおる？一人でプレイするのとはわけが違うんだよな。この先は崖があるみたいですね。まあ、タバディが悪さしそうね。それな。いけー、あたいのヨッシー。おいおい。ではー、ここに来てバディが本性を出してきましたね。サナエ、向こうまで運んであげるわよ。こい。あ、ごめん。やっちった。いや、やっちったじゃないですよ。ちょっとやられたー。チルノちゃんも地味にやられないでください。残機やばくないか？サナエとチルノの。一気になってから本領を発揮するんだぞ。いやだ。死にたくない。まあもうちょいでコイン100枚貯まるし、なんとかなるんじゃない？大体この人のせいでやられてるんですが。ちょっと何言ってるかよくわからないわ。あれ？残機だけになってる。これ私もまずくないか？あ、なんとかなった。そこの赤土管機になってたんですよね。一応入れるみたいだな。油田でも掘り当てたのか？あってもせいぜいコインの山でしょ。隠しゴールとかあるかもな。3枚目のスターコインでしたね。おのれバディー。私はまだ死なん。こんなところでやられるわけには。スターコイン届くかな？ちくしょう。では私もかよー。バディが怖すぎるけん。それな、スターコインを取らせる気あるんですかねー。とりあえず私とマリサも戻ってきたわけだけど。あ、危ねえ。しまった。チルノ危機一発。あ、さない。そしてスターコインでーっと、私の尊い犠牲のおかげですね。いや、全く関係ないから。辛辣。走れ走れ。あちー、ストレートに当たりに行ったな。ですね。あんたも食らってるじゃない。みんなバディのせいだ。さない。サナエの残機がなくなったんだぞ。え、マジで？本当に残機霊になってるわね。わろた、笑わないでください。というか大体霊夢さんのせいですよね。まあここやる前から残機少なかったし、仕方ないよね。まったくだな。うんうん、ゲセヌ。まあ残機も回復するしいいんじゃない？回復という名のコンテなんですよね。さあガンガン進めていくぞ。次は左上のところに行くんですかね？右にも行けるみたいだぞ。せっかくだし右の方に行ってみますか。よく見たらキノコの上にステージがあるな。むしろ右端にいるピンクの生き物が気になるんですが。それな、敵キャラか何かかな。気まぐれチビヨッシーだってよ。ヨッシーっていう一言でここまでの意味が含まれるとは、あたい並みの天才だな。ヨッシーがバカにされてる。にしてもなんか謎についてきてるわね。次のステージでアシストしてくれるかもしれませんね。アシストもできるのか。まあこのステージやればわかることだろ。早速4匹のチビヨッシーたちがスタンバってるわね。ておー、なんじゃこれは。風船のように体を膨らませれるんですね。こいつはすげー。おわー、なんか勝手に落ちていったんだけど。そもそも使いこなせてないやつが約1名。サナエも私の足にしがみついてただけなんだよな。あ、バレてました。そりゃバレるわよ。あたいはファイアボールがあるからいいもん。氷の妖精が火の玉投げるとはこれいかに。あたいは最強だからね。へーすごいですねー。やめろー。にしても空の旅は楽そうでいいですねー。バディに妨害されましたが話してる間に死ぬんじゃねー。
着地ミスりました。わあ。チルノも着地ミスで死んでるな。あはははははは。おのれクソ野郎。やっぱ空中を移動できるって最高ね。下のパックンフラワーも完全に無視できるしな。よし、今じゃなんでやー。サナエ死にすぎだろ。今日の私なんか呪われてますね。おお、また死んでたー。このステージのサナエの死に方謎すぎない？自分がどこにいるのかわからなくなってました。まあ確かにちょっと見づらいけども、おいこら、私を踏むな。ごめん、悪気はあった。いや、あったんかい？まずい、また死んだー。マジでどうしちゃったのよ。泡割るタイミングが難しいんですよ。ちくしょう。巨大パックンだったのが運の尽きだったな。ということで、バイバイキルの。あたいが映ってないー。ステージの終盤で死ぬとこういうことになる。しれっとチビヨッシーも映ってますね。なんか可愛いな。花火で祝福されてますね。お、なんか呼ばれてるわよ。へぇ、絶対お前じゃないだろ。呼んでたのは元祖キノピオみたいですね。元祖キノピオって、なんかアイテムをくれるみたいだな。中身はどんぐりみたいですね。どんぐりって、まあ使えるアイテムだしこれはありがたいわね。早速次のステージで使うのか？さすがにまだ温存でいいんじゃないか？もう少し様子を見てからでもいいかもしれませんね。そうそう。全部で10枠分ストックできるみたいね。それならガンガンステージを進めていくのに。一応後ろステージにも行けるみたいね。まあせっかくだし左側のまだ行ってないステージもやってみようぜ。それもそうですね。あたいの無双っぷりを見せつけてやる。パックンに食われるなよ。頑張る。このステージにもさっきのチビヨッシーが。これはまた空中ゲーの始まりか？ええー、楽しい。よし、あたいもつかめた。ええやん。ってあれれ？投げてどうすんのよ。本格的に操作がわからん。死んだ。サナエさん、マリサもめっちゃびっくり案件。まあこういう日もありますよ。なぜそこで開き直れるのか。やけくそです。やけくそかよ。おーおー、アイテムくれー。悪いな。待て、キノコ。悪いな。パックンがキノコを食っちまったみたいだ。自分の周りくらいちゃんと見なさいよ。だってアイテム欲しかったんだもん。反省する気ゼロですね。あたいの辞書に反省という言葉はない。とんでもない妖精なんだぜ。まあ散るのだし。あ、そっか。そういえばスターコインを見かけませんね。さっき取ったのでまだ1枚目みたいだな。このゲーム隠し通路探すの難しいからね。それは言えてますね。ガンガン進んでいくぞ。一番遅いお前が言うか。こんな序盤にハンマーブロスがいるんですね。あれなんか食らってる？倒れてても直接触れたらアウトだろ。そうだそうだ。まあそういうもんか。バディが旗を取らせてくれない。まあ最悪無視でいいんじゃね。お、パワーアイテム発見。キノコをよこせー。ついでに旗もゲーっと。マリサその場所やばくない？そうか。一瞬バディの餌にされると思った。今回は見逃してくれたみたいですね。今は出る気なんだよ。こういう坂道は怖いわね。坂の上のパックン。なんか映画のタイトルにありそうだな。内容が想像できない。隠し度感とかないわね。早く進みたいんだぞ。どうしてそうなった？自分の場所を見失ってた。たまにわからなくなりますよね。まあ、たまにな。ええー、ファイア最高。また炎の妖精になってる。だってファイア以外操作の仕方がわからないし。お前はファミコン世代か。な、上からパックン。パックンは上からも生えてくるのよ。こんなやつファイアで余裕ぜ。まあ二人もファイアいれば余裕だわな。あとここの土管が怪しい。それは思った。そんなことよりコインが取りたい。完全に置いてかれました。ちっぴ妙に取りきれなかった。お前たまにコインに執着するよな。またパックンがいるわね。でもスターコインもありますよ。これが2個目だといいんだが。おお、ファイアボール連打。やっべ、お前パックンに近づきすぎだろ。完全に調子乗ってた。ちょっぽい、バディコラ。バディがパックンを守ってますね。よし、あと一匹。なかなか厄介な場所にいるな。あたいに任せろ。だからバディ、邪魔をするんじゃねえ。あ、こんなところにスターが。もうちょっと。最後のパックン突破だぜー。あたいの見せ場を奪うなー。まあスターで突破するのが成功法なんでしょうね。悲しい。出口は黄色の方だぞ。バカなんだか天然なんだか、どっちもじゃね。そしてここから私の無双劇が始まる。綺麗に落ちていきましたね。これが孔明の罠。違うんだよな。ゴールに到着。私には一歩及ばないみたいだな。もうここでいいや。同じく私も、あたいも1アップ取りたかった。今回は全員でゴールできたわね。やっぱこうでないとですね。だな。スターコインも全部取れてるんだぞ。探し方が上手くなってるけん。4人いれば誰かが見つけられるだろうしな。圧倒的人数の勝利。さっさと白ステージ行くぞー。その前にあのパックンが気になるわ。確かに最初から気になってました。なんか始まるみたいだな。ボス前の前哨戦ってやつか？あのパックンを駆逐すればいいみたい。ファイア状態の値に任せろ。お、スターで倒していいのか？ええー、私たちの分まで取らないでください。面を。反省する綺麗だな。ジョッパディがめっちゃ邪魔してくる。どんだけパックン好きなのよ。土管の上に直接足場置いてるし。こいつはひでえ。アースターが切れるー。あとはキルノのファイアで。右からブロックがこんにちは。まさかのおかわりスターが。
なんぬるげやん。バディ絶望の瞬間である。どっちの味方かわからないわね。あれはたまに悪魔になりますからね。きっと早く倒れろ。なかなかしぶといわね。残り時間か。お、やったか。宝箱の中からスターが。敵を倒すとアイテムが手に入るみたい。スターをストックできるってことですか？まあそういうことなんだろうな。はいすっげー。そんなところで今回はこの辺で終わりにするわ。ご視聴ありがとうございました。次回も、ゆっくりしていってね。たまにはみんなでマリオもいいもんだな。バディは相変わらずだけどね。バディはアタイがぶっ飛ばす。それはそれで困るんですけど。まあぶっ飛ばしたい気持ちもわかる。ちょっとエイムさん。